はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。夏芝です。それでは今回もウィル2019やっていきたいと思います。今回もですね、オンラインディビジョンリバプールでレート600を目指すの企画第3弾ということでやっていきたいと思います。はい、ということで477の方と当たりました。マナーレベル A ですね。ちょっと怖いね。前回ボロ負けしたので今回は勝ちたいんですが、アリソン絶好調、お相手グリーズマンがいますね。これはどうしようかな。みんなでも調子悪いわけじゃないから、このメンツで行こうかな。ファビーニョがちょっとここでずらして、はい、みんな調子いい感じなんで、後半ララーナ変えようかな。ララーナとチェンバラン変えていきたいと思います。ではこのメンツでやっていきましょう。お願いします。はい、ということでリバプールホームのアンフィールドでやっていきたいと思います。いやー、今回は勝ちたいですね。前回ちょっとボロボロに負けてめちゃめちゃ煽られたので、この方ね、まあ、ちょっとマナーレベルが A ということで若干ね怖いですね、まあ、そんなことは気にせずやっていきたいと思います。くっそー、プラクに取られた。今のなー、どうしたらよかったんだろうか。ちょ、待ってくれ、嘘だろ。アリソン、なんであんな出てきてたの。三角押してないのに。アリソンってあんな出てきましたっけ。ハンダイク走らずに、サラ取れた、フィルミの走って、遅かった。オッケーオッケーオッケー、コーナーですね。もう一足もう一歩早かったら出せたんですけど、ちょっと守備固めですねこの方。さあコーナー、オプラクにはオッケー。もう一回コーナーを勝ち取りました。アーノルドで打ってみようか。どうだ、オープラック、オッケー、取れた。いいよマネ、走れ。シュートがなかなか入らない。オッケー、アリソン、ナイス、マネに出す。オッケー、コーナーですね。いやー、これちょっと厳しいな。今のさっきの1点がマジで謎でしたね。しゃー、ありがとうございます。ラッシュですね、ナイス。オッケー、なんかかかとちょん多いな。おっとおっと、マネ、まずい、まずいですね。あー、マジか今の。いやいや、ちょっとアリソン調子悪すぎないか。絶好調ですよ、絶好調。結構ね、プレストパスが多い人苦手なんですよね、私。自分の苦手な分野を。あ、まずい。うわ、うまいなこの人、普通に。この方ね、マイクラブのあれ見せてもらったんですけど、レート全然ね、ゼロだったんですよ。やってらっしゃらなかったので、あ、そうなんだと思って見てたんですけど、強いね。477って書いてたけど全然そんな感じしないね。前回の試合の面影が見えてきてしまった感じしますね。前回1-4でボロ負けだったんで、今回勝ちたいんですけど。マティップ、くそー、うまいなこの人本当に。キープもうまいし、オッケー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 、いいよ。なんで、どんなパスそれ。ちょっと今の、オッケーオッケーオッケー、取れました。
ちょっとポストに好かれてるな。いやちょっと前半は思わしくない結果ですね。後半いきましょう。お願いします。いやさっきのマネの1点取りたかったな。もういけたと思ったんだけどな。まあね、言うて不調だからね、厳しかったかな。ちょっとまずいですよ。カーソルが変わんないですよ。 OK ナイス。マネ無理と。ちょっときついきつい。マネマネに出して、ちょい、待ってくださいよ。足に当たったよ。めちゃめちゃいいタイミングだったと思ったんだけどな。サラくっそー、アーノルド。いいんじゃない？マネいいよ。ステファン・サビッチに追いつかれたね。ファンダイク。ちょ、誰も取りに行かない。なんで？まずい。まずいですよ。えぐいよ。アンフラン。はい、アリソン。はい、アリソン。いやー、そっちじゃなかったな。なんか難しいな、ちょっと。この方うまい。普通にうまい。いや、マジ、まあ、それオフサイドだよね。オッケー、よかった。怖かった。中盤変えましょう。ワイナルドムな。あと、ララーナ変えて。チェンバレンとヘンダーソン変えましょう。これでいくか。ちょっとマネダメだね今回。変えましょう。オリギに変えます。でオリギを ST にしてこれでいきたいと思います。マジで頼む。本当にアリソン謎の1点目ちょっと無理だな。あれはめちゃめちゃ走ってたもんね。ならな、マネ、ね、マネじゃない、オリギか。変えたからオレギもララーナも元気だと思うんで。チェンバレン、オッケー、いいよ。サラいいですね。オリギ走りましょう。オリギドリブル、ちょっもうなんでだよ。ちょっと待って。お兄さん、いやなんか、マジで惜しいシーンがね、いっぱいあるんですけどね。そう、フェルミノさん、あ、来た。よっしゃー、行って、なんとか1点入れれましたね。いやーでも今のはちょっと運みたいなとこもあるんで。でも75分か、まだあと1点あるね。全然入れたいと思います。プレス行こう。プレス、まずい。 OK 取れる、取れない。待ってくれ。頼む。日本語喋れない。 OK サラ、くっそ、来た。ララーナ元気でしょ。ララーナ待ってください。クリアしかできない。サラいいよ、いいよ。ちょっとマネ、マネじゃない、オリギ。なんでそこで立ち止まってたの、オリギ。ねえ待って、83分、まだ7分あるんで、まだまだありますね。全然いいよ。サラ疲れてるかな。ちょっとキーパーそんな足開かないでよ。いや開くけどね、基本的に。めちゃめちゃ
いやーちょっと厳しいですね。これはファンダイクあと2分、アオリーゲー、来た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 、来てなかった。もうちょっとあと、あー追加時間なしと見えたのかな。いやまた負けちゃいましたね。マジで1点目が本当に謎すぎた。あと私の守備の下手さと決定力のなさですね。いやーちょっとなー、ゴール前のパスが全然通んなくてショックでしたね。ということで今回も負けました。いやー2連敗かー、厳しい。36下がった、406にまでなっちゃいましたね。お相手もルーキーなんですね。なんでこんな上手かったんだろう。いやめちゃめちゃ上手かったですね。ということで今回はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。負け続きですよ。ということで次回もよかったら見てください。それでは夏芝でした。よろしければ高評価ボタン、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。それではまたね。